こんばんは。今週もお疲れ様です。今夜も楽したいけど美味しいものを食べたい、そんなわがままな自分のためのパラパラチャーハンを作ります。21時の自分飯、お届けするのはデリッシュキッチンの吉野です。よろしくお願いします。パラパラになるコツを抑えながらチャーハン作っていきます。まず冷凍ご飯はラップをしたままレンジで温める。その間に具材の準備していきます。ネギは小口切りにする。薄く薄くチャーハンに馴染んでるのを想像しながら切っていきます。してさらに加熱。ハムは1センチ角に切る。今日ハムがあってよかった。冷蔵庫にお肉がなくてどうしようかと思ったんですが助かりました。ハムってまな板にくっつきやすいので引いて切ると切りやすいんですよね。そろそろご飯温まったかな。どれどれ、手で持てるぐらいほんのりあったかくてちょうどいい感じ。フライパンにご飯とマヨネーズを入れて菜箸で優しくほぐしながら混ぜる。今日はマヨネーズ使うんです。このマヨネーズがいい仕事してくれるんだよな。私流パラパラチャーハン。こうやってほぐして、これご飯があったかくなりすぎてるとくっついちゃってご飯粒つぶれてべちゃってなっちゃうんだけど、今日はなかなかいい加熱具合。まだ火はつけませんよ。マヨネーズをご飯にコーティングする感じで、地味だけど大事な仕事です。中火で熱する。フライパンが温まってきたらご飯を炒める。マヨネーズでコーティングしているからもうすでにパラパラ感出てるな。ネギとハムを加えてさっと炒め合わせる。炒める時もずっと菜箸を使うとご飯粒が潰れなくていい感じに仕上がるんです。
炒め合わせたらフライパンの上半分に寄せて空いてるスペースに卵を割り入れ、黄身を潰しながら手早く混ぜる。素早く大きく混ぜて卵をほぐしていきます。本当は半熟で仕上げたいけど、今日はご飯のパラパラが優先なので、しっかり卵に火を通していきます。全体を炒め合わせたら、鶏ガラスープの素、塩コショウを加えてさらに炒める。今日の味付けはシンプルに。コショウはたっぷり振っちゃいます。いい感じのパラパラじゃない？上出来上出来。今夜の自分飯、パラパラチャーハンが出来上がりました。早速いただきます。シンプルな味付けだけど、マヨネーズの風味でコクあるな。今夜もあっという間に完食でした。ごちそうさまです。次回は豆腐の油淋鶏風ステーキをお届けします。今週もご覧いただきありがとうございました。おやすみなさい。